大学2年ぐらいの時にすごいこう西洋絵画の時間に西洋絵画の絵画を見てからやっぱすごいインパクトがあってやっぱこういう絵描きたいなっていう思いから最初油絵を買って始めてで、まあ、下手ながらもちょっと練習して独学で一応今に至ります。違法講座みたいな、まあ、一般の商店で売っている初心者から始める油絵とかそういった本を最初買って勉強いたしました。やっぱ一番こう美しいと思えるものを描きたいなと思ってそうなると人物でしかもまあ女性をテーマにしたものがやっぱ僕は美しいなと思うのでそういったテーマの題材をずっと描いてます。基本的なテーマはずっとこう同じようなもの、まあ、女性像を描いていきたいんですけど、まあ、まあ結構比較的小さいのが多いんで大きい作品にもこう精力的に取り組んでいきたいなっていう展望はありますね。そうですね、やっぱ一番自分の描きたいものっていうふうに純粋な欲求って考えるとやっぱ写実に行き着いたんで多分それは今後とも変わらず写実の絵を描いていくと思います。